なんだお前はこんな問題もできんのか。もう一回小学校からやり直したらどうだ。ああ、ナビ、ドラえもんはもういないんだぞ。どっちも正しいと思ってるよ。アンダッシュのコントなんてそんなもんだよ。と文通してたペンフレンドのスミス君が、実は僕に友達がいないのは我んで母だったんだ。そうだ、なんという恐ろしいことが。何があったの。地球は進化してアリ人間に征服されるんだよ。未来知ってる青だぬきの名演技。スネオカユクフメドン。こいつは意識不明。うちのパパ偉いんだぞ、社長だぞ。僕のお父さん学者だよ、頭いいんだ。だそうです。どちらをレギュラーにしますか、のび太さん。野良猫のクロがうちのカナリアを食べちゃったの。うちの金魚もあいつにやられたんだ。スネオもやられた。ドラえもんの初期設定、両親はのび太にとにかく甘く、スネオはかなり意地悪で、静香ちゃんは静子で、ジャイアンはもう、おい、のび太じゃないか。やあパパ、お帰りなさい。どうしたんだ、ぼんやりしちゃって。なんでもない。夏休みの宿題で悩んでるのよ。もうすぐ冬休みだしな。まあ、ずいぶん熱心にお勉強してるのね。ノートを取ったりスクラップしたり。暑いのに関心だわ。一応監視カメラの映像もチェックしましょう。じゃあその代わりに何か貸してくれるの。具の抜けた餃子。また新型買ったよ、8段変速だぞ。すごいな、パドルが頭の高さだ。気分出るな。始める前から怖くなるよ。へへ、俺へっちゃだ。一番怖い話をした者が優勝だぞ。よし、キャーキャー怖がらせるから。私のお腹の子の父親がこの中の誰かなの。僕はもう生きてるのが嫌になっちゃった。そんなに気を落とせないよ。ちょま、落ち着け、俺消えかけてるから。いや、ちょうどいいところへ上がってくれよ。出来すぎさん趣味でお料理を作るんですって。試食して批評を聞かせてよ。こりゃうまい。ほんとお世辞じゃなくて、うまい。悔しいけどうまい。やっぱシャバの飯はうめえな。気分出るな。始まる前から怖くなるよ。俺へっちゃだ。一番怖い話をした者が優勝だぞ。よし、キャキャ怖がらせるから。私、スネオさんが亡くなった時の話するわ。食べかけのドラ焼きを落とす。女神ロボットが出てくるんだ。あなたの落としたのはこの大きなドラ焼きですか。ここで嘘つくと何にももらえない。ならば大きな一物をください。昨日のテストの答案を返します。のび太くん、いつもの通り100点だよ。君はどうしてそんなによくできるんだろう。他のものも見習いなさい。悔しいな、どうしても100点以上取れない。あれが100万の天才少年よ。素敵ね。100点は100点以上よ、バカね。食べかけのドラ焼きを落とす。女神ロボットが出てくるんだ。あなたの落としたのはこの大きなドラ焼きですか。ここで嘘つくと何にももらえない。それよりさっき落とした静香ちゃんが全然浮かんでこないんですけど。うちらパパ偉いんだぞ、社長だぞ。僕のお父さん学者だよ、頭いいんだ。うちなんて誰が父ちゃんかわからないんだぜ。うるせえ、お前が好きなんだ。家族はどうしてるかな。ああ。テレビ見て楽しそうに笑ってる。昨日僕が他界したばかりなのに。でもそれ本当ね、あんたはのび太に甘すぎるわよ。うむ、反省しよう。のび太のためにも親父に鍛えられた通りにやってみよう。パパ、買ってほしい漫画があるんだけど。危ねえな、タバコ吸ってるだろうが。ベロベロバー、オッペケペッポペッポッポー。まだまだ行くよ。おかげで奴隷商人から逃げられたし、まだ望みを捨てるのは早いみたい。信じるわ、のび太さん、ドラちゃん、たけしさんに。すねた。去年はうち集まったでしょ。おととしは僕ん家だったろ。今年はどこでクリスマス子供パーティーやろうか。僕ん家ダメなんだ、騒ぐとママが怒る。俺ん家もまずいんだよな。困るな。あばれやくん、君んとこは。無理、決まった。今年はあばれやくんの家でやろう。え、昨夜酔っ払って給料袋落としたって。冗談じゃないよ。今月どうやって暮らすの。居候のお前は文句言う前に庭から石油が湧き出す道具でも出さんかい。うちのカナリアが死んじゃったのよ。かなり嫌。バシッドシ。僕らのアイドルだったしずちゃん、だとはのび太のものになるのか。羨ましいぞこいつ。幸せにしてあげてくれよな。もししずちゃんを泣かせでもしたら俺が承知しねえ。僕らのアイドルだったしずちゃん、僕らのアイドルだったしずちゃん、僕らのアイドルだったしずちゃん、僕らの初めての相手だったしずちゃん。